それはソドー島の素晴らしい日のことだった。村人たちや子供たち、それにトッツハムハット卿の方は興奮している。サーカスがやってくるのだ。監視たちもワクワクしていた。彼らはサーカスが大好きだ。パーシーは馬が好き。ジェームスはピーロが大好きだ。子供たちは足の上に集まっていた。サーカスが通り過ぎるのを待っているのだ。トーマスもどんどんウキウキしていた。みんなブレンダルの港にサーカスを迎えに行きたかった。トッツハムハット卿がドマスキタンコにやってきた。トーマスに嬉しいニュースを持ってきたのだ。トーマス、お前がサーカスを迎えに行ってくれ。トーマスは大喜びだ。サーカスを引っ張ってくるなんてすごく楽しそうだ。しかし貨車があまりに多くて引っ張りきれなかったら、他の機関車と仕事を分け合うように。パーシーとジェームスは喜んだ。きっと僕らもサーカスを引っ張ることができるぞ。トーマスはブレンダムの港に向かっている。港ではもうクランキーはサーカスを降ろしている。トーマスはびっくりした。トレーラーや馬乗り、カラフルな衣装、そして客車や貨車が延々と連なっている。トーマスは興奮した。曲芸師とピエロはアニーとクララベルに乗り込んだ。トーマスは貨車を連結した。おいらいぼう、おいらも一緒に運ぼうか。トーマスはトッツハムハット卿が仕事を分け合うようにと言ったことを思い出した。しかしバンドはすでに演奏を始めている。みんな拍手喝采だ。こんな特別なものを運ぶなんて初めての経験だ。列車はとても重いが、誰かと分け合いたくはなかった。いいよソルティ、僕一人でできるから。トーマスは思い切り煙を吐くと、ゆっくりと出発した。トーマスは田園地帯をガタゴト走っていく。ピストンがガンガンなり、ロッドはガタガタ音を立てている。しかしトーマスはあまりにも楽しくてその音に気づかなかった。マロン駅を通過するとき、トーマスはびっくりした。乗客や駅員がみんなトーマスに向かって手を振っている。バンドが演奏し、トーマスも一緒に汽笛を鳴らした。ふーん、サーカスを引っ張るのはなんて楽しいんだろう。トーマスは橋のそばで停車した。パーシーもそこで待っている。子供たちはトーマスとサーカスに手を振った。トーマスは汽笛を鳴らす。パーシーの仲間に入りたかった。僕にも運べるものは？パーシーは聞いたけど、トーマスはこの楽しさを独り占めしたかった。いいよ、僕一人でできるから。パーシーはトーマスとサーカスがゆっくりと走り去るのを見送った。パーシーはとてもがっかりした。トーマスが走っていく。列車がどんどん重くなっていくような気がする。ロッドは前にも押してガタガタ唸っていたのだ。やがてトーマスはジャンクションで停止した。ジェームスは側線で待っている。バンドの音がとても楽しそうに聞こえる。ねえ、傘を何台か切り離したらどう？僕が引っ張ってやるからさ。いいよ、僕一人でできるから。どんな楽しみもトーマスは逃したくなかった。トーマスが走っていく。しかし息切れがどんどん激しくなっていく。トーマスが次の駅を通過する。もう楽しい気分を味わう余裕もない。
そしてついにトラブルが発生した。ヨットに恐ろしいヒビが入り壊れてしまったのだ。トーマスはガタガタと止まった。突然あたりが静かになった。トーマスはとても悲しかった。機関士が電話で助けを求めた。サーカスの団員たちが野原で稽古を始めてもトーマスの気分はちっとも良くならなかった。トーマスはこの重い罪にを誰かと分け合いたかった。間もなくファーシーとジェームスが到着した。ジェームスは新しいロッドを運び、ファーシーも馬の干し草を積んでいる。だがトーマスはまだ惨めだった。仕事を分け合えばよかった。大丈夫だよ、これでみんなで楽しさを分け合えるね。ジェームスの言う通りだ。トーマスがロッドを交換している間、みんな楽しそうに団員たちの稽古を見学した。その後トーマスが馬車を切り離した。ファーシーの馬をジェームスが団員たちを受け持った。バンドが演奏を始めた。すっごく楽しいね。3台の機関車は高らかに汽笛を鳴らす。楽しい長い列車が出発した。その後3台は大きなサーカスのテントが張られていくのを眺めた。手伝ってくれてありがとう。仕事を分け合うとこんなに楽になるんだね。楽しみを分け合うのが一番楽しいよ。全員がそう思った。トーマスとサーカスというお話でした。